どうも、りょうまでーす。今回はですね、こちらの夜道というゲームをやっていこうと思いまーす。いや、でもさ、夜道ってさ、めっちゃ怖いよね。特にさ、街灯とかがね、ないところだとね、余計にね、暗くてね、怖く感じますよね。で、自分、今のお家に、越してきた時に、初めてね、通った道を通った時に、ある看板があったんですよ。え、なんだろうこの看板と思って見てみたら、最近この辺りで殺人事件がありました。何か情報を知っている方はこちらまでご連絡くださいっていう、なんかその、警察の方が多分置いた看板だと思うんですけど、その看板を見て、自分ここに住むのってめっちゃ怖くなった思い出があります。皆さんの夜道は気をつけてくださいね。ってなんか、もう終わりみたいな雰囲気になっちゃったけど、早速じゃあやっていきましょうかね。はじめから。これもあれかな、多分。基本多分お話を読むだけのゲームだと思うんですよね。あれ？あ、このゲーム音楽ある。あれ？ここどこだ？あ、待って、これセーブあるじゃん、これ。ちょっとこれこまめにセーブした方が、今セーブされた？あ、されてるね。あ、めちゃめちゃ簡単にセーブできるね。え、これタイトルって何？あ、戻っちゃうんだ。これ普通にあれかな？クリックすればどんどん進んでいく感じかな？あー、いった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 。電車の中で寝過ごしたら、降りる駅を過ぎてしまったようだ。全然知らない駅だ。この電車で終電だし、折り返しの電車もない。わっ！もうないんだ、今日電車。佇んでいるだけでじっとりと汗ばむ蒸し暑い夜。漫画喫茶でも探すしか、探すしかないな、ないないか。ちょっとあれだね、ごじってるね。うわ、怖ぁ。池の外に出たはいいけど、薄暗いしどっちに行ったらいいかわからない。そうだよね。初めて来る場所だもんね。スマホで位置確認を。もう最近ね、スマホのね、地図のね、アプリでね、すぐわかっちゃうからね、そういうのはね。え、スマホがない。どこかで落としたんだ。え、絶望的状況じゃん、これ。どっちに行こう。これ読むだけじゃないの？いやでもさ、これ一番安全なのはさ、住宅街な気がする。ちょっと人気のある方に行こう。とりあえず、あ、人気にカッコって振り仮名振ってくれてるありがたい自分みたいな感じな苦手な。さすがに自分も人気はね、読めますけどね。さすがにこれ人気とは読まないよ、ここでは。人気が多そうなところに行ってみよう。そうしましょう。あ、これ今選択肢のとこでセーブしとけばよかった。ちょっとやっちゃったな。まあ、いっか、失敗したらまた戻ればいいか。暗がりを歩いていると、人から人の笑い声やテレビの音が漏れてくる。あ、これちょっと安心できるね。誰かがいると思うと、なんとなく安心する。うん、わかるわかる。それすごいわかる。ん？後ろから誰かの足音が聞こえる。会社帰りの人だろうか。そうだ、近くに漫画喫茶がないか聞いてみるか。おお、いきなり知らない人に聞くってすごい勇気あるね、この人。僕は足を止めて振り返った。なんかこれすげえ嫌な気がするよ。すみません。ってあれ？何、何のあれ？後ろには誰もいなかった。気のせいだってよ。確かに人の足音がしたのだが、仕方ない。恥を忍んで家の中にいる人に聞いてみるか。もうこの人めちゃくちゃ勇気あるな。この辺りの家は皆ブロック塀で囲まれている。どこかに入り口があるはずだ。僕はブロック塀に沿ってぐるぐる歩き続けた。5分、10分。え？どんだけ広いお家なの？ない。入り口がない。そんなバカな。じゃあ中にいる人はどうやって家に入ったんだ？キャハハ。家の中から小さな子の笑い声が聞こえる。え？ちっちゃい子いるの？たまんないな。いつしか僕は早足になっていた。僕は向きになって歩き続けた。暗い夜道に家とブロック塀が続いていた。いつまでも塀が途切れることはなかった。え、どんだけ広いお家に住んでらっしゃるの？さまよえる夜道エンド？終わりこれで。これ何？住宅が選んだこと自体からもう間違えてたのかな？これまた戻るのかな、タイトル。これじゃあ間違えたんだ。ちょっと初めからでちょっとさっきのところで戻りますね。はい、ではここまで戻ってきました。これさ、歩道橋と線路沿い？でもなんか線路沿いの方が、
なんかありそうな気はするから、あ、これ一回セーブしとこう、ここで。ここでもう一回ちゃんとバッチリセーブして、線路沿い行ってみよっか。線路沿いなら何かしら店があるだろう。そうそうそう、自分もね、その考え。街灯だけを頼りに薄暗い道を歩いた。何？何今の音？なんか鐘みたいな音してない？わ、びっくりした。鐘の音か、どっかの大人でもあるんだろうか。でもこんな時間に鐘なんてつくのか、確かに。結構ご近所迷惑になっちゃうよね。しばらく歩いてると電話ボックスを見つけた。そうだ、友達に電話してみよう。一晩くらい止めてくれるかもしれない。あ、それいいよ、それいいよ。お友達に頼った方がいいよ。電話ボックスに入り、ドアを閉めると、ガツ！何？妙な音がした。嫌な予感がしてドアを開けようとすると、これ開かないパターンじゃないの？もしかして。前実況でやったぞ、公衆電話に閉じ込められるやつ。え、開かない。あ、もうこういうののね、定番のパターンですよね、これはね。ドアを閉めた時に何か挟まったようだ。ドアをガタガタ揺らしてみたが、一向に開く気配がない。どうしよう。うーわ、これセーブだ、セーブ、セーブ。セーブゾーン来ました、セーブ。緊急ボタンを押す。電話をかける。扉を叩く。これ緊急ボタンを押すってさ、公衆電話についてる、おまわりさんとか消防車呼ぶやつかな。いや、これまず電話かけてみよっか、誰かにね。とにかく誰かに連絡しないと。え、10円か、100円しか使えないのか。まあ、公衆電話大体そうだよね。現金なんて持ち歩いてないよ。え、10円か100円も持ってないの？テレフォンカードなんて持ってないし、今の時代テレフォンカード持ってる人なんかいんのかな。やけになって僕は受話器を取り、耳に当てた。お金を入れてないのだから、どこでも通じるわけないのに。が、受話器から何か聞こえてきた。て、え？女性の声だ。お、て、なに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 、何言ってんのこれ、お手？遠くで支えてるような声でうまく聞き取れない。どうしよう。うーわ、またセーブ。あ、これさ、いろんなところにセーブした方がよかったね。ちょっとこれ別のところにセーブしとこうか、じゃあ。え、ダイヤルするしかなくない？受話器置いたって切れちゃうだけだよね。ダイヤルしてみようか。一体なんて言ってるんだ？受話器に耳を押し付けて声を聞いてみた。金をダイヤルして？え、どういうこと？金？お金のことか？もう金って言われたらお金しか出てこないけどね。いや、違う。さっき鳴ってた。金のことじゃないか。確かにさっき金鳴ってたもんね。金は3回鳴ったから、3押せばいいのか？もう考えても仕方ない。僕はやけくそ気味に3を押した。ガツ！何かが落ちた音がした。なになになに？電話ボックスのドアを恐る恐る押してみた。キーン！ゆっくりと、あ、開いたんだドア。やった開いた。思わず飛び跳ねた。と、ドアが開いたのはいいけど、今晩どうするか考えないと。あ、そうだそうだ、一番肝心なこと忘れてたね。僕は我に返った。すみません。男性の声が聞こえた。え？どっから？受話器？慌ててあたりを見渡したが誰もいない。え？直接したってこと？もしもし？大丈夫ですか？え？どっからの声今？その瞬間見慣れた風景が現れた。え？なんでいきなり電車の風景になってんのこれ。いつも使っている電車の中だった。目の前には男性が立っている？車掌さんだった。あれ？電話ボックスは？電話ボックス？車掌さんが、か、これなんて言うんだ、なんちゃらな顔している。ここに振り仮名つけてよ。どうやら夢を見ていたようだ。あ、夢落ち？もしかして。いや、なんでもないです。すみません。そう言うと僕は慌てて電車を降りた。夢と違って、最寄り駅で降りれた。疲れているみたいだから、家でゆっくりしよう。大きく空き分しながら、プラットフォームを歩いた。あ、え、無事に帰れたパターン？ん？
背中に電気が走ったような感覚が走り、思わず足を止めた。さっきの車掌さん、なになに？なんで冬服だったんだ？そうだよね、これ夏って言ってたよね、そういえば最初の方に。こんな暑い中、あんな厚手の服なんて着ないだろう。しかもこの鉄道会社の制服って、あんな真っ黒だったか？僕はさっきまで乗っていた電車の中を覗いた。電車は今まさに発車しようとしている。いない。車掌さんの姿が見当たらない。そんな、ついさっきまでいたのに。思わず僕は走り続ける電車を追いかけた。電車は加速をつけあっという間に暗闇に消えていった。僕は唖然と電車を見送った。あの車掌さんに会うことは二度となかった。夜道エンド。これさ、なんかハッピーエンドみたいのってあんのかな？これエンド何個あんだろう？え、終わり？え、これハッピーエンドもしかして？あ、なんかあれだね、作った方たちのお名前かな？ほう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 。プレイいただきありがとうございました。こちょこそありがとうございました。プレイさせていただき。え、終わりかな？あれ？あ、終わりだ。え、これさ、今ので良かったのかな？なんかさ、いろんな選択肢があったけどさ、まだやってないのもあるよね。え、ちょっともしあれだったらちょっと違うパターンも、今度やってみようかな。ってことで、今回は、夜道エンドということで、じゃあ終了にしようかな。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。